はい、こんにちは、タムです。今回はアナスタシアの重心機械を使って遊んでいきたいなって思います。はい、まあこのキャラクターですね、ちょっとね、問題児です。はい問題児でございます。これやばいでしょ。あのね、まあこれしょ、あの一回クエストで遊んでみたんですよね。異常でした、これ。やばないこれ。あのね、これなんでリタイアしたかというと、あの、速殺イギルスするの忘れてたんだよね。なんでちょっと速殺イギルスにしてきました。はい。これやばくないっすか？はい。おかしくね？やばないこれ。え、これさ、新春前に出して大丈夫？あのさ、レーザーバリアで防げるから、出しちゃえっていう感覚で出してるんだよね、これ、絶対。やばくないっすかこれ。なんのクエストやってんのこれ。マジで。自分でも分かんなくなってくるんだけど。強すぎて。ちょっと、攻撃力アップもらっちゃったか。で、はい。はい。これ大丈夫か？全然大丈夫だね。オッケー。はい。で、これで、フォンフォン打ってみる。いや、打たなくていいか。これは打たなくていいか。はい。はぁ？これダメだろ。もう本校打っとくよこれ。はい、どうなんだ。いや、弱点出てなくてこの火力は異常でしょう。うん、でこれで終わるんじゃないですか。何のクエストやってるこれ。え、これなんかモラルとか、あの、崩壊散らかしてんじゃないこの。もう一個クエスト行きましょうか。はい。で、近畿の極裏26だね。で、遊んでみようかなと思います。これどうなんだろう。やばくねえか、これ。は？え、これフラッパで発表されても俺、驚かないんですけど。なんで新春で発表したこれ。いい意味で驚かないって意味ね。これやばいって意味で。はい。はい。これ裏に配置しとけば、これ相当火力出るんじゃないかな。うん。はい。まあ、パワーオーラも入れば、まあやばいなこれ。うん、まあ大丈夫でしょう。とりあえず超 SS 短縮を OK しっかりと発動させて、でこっからしっかりと SS ね打っていこう。次から、ま、あ、これまだか。いや、おかしい。チートだって。でこれでバフかけときます。これロキ泣いていいよ。あのアシストスキルで、まあ全然違うとはいえ、これロキかわいそうだろマジで。いや、これおかしくね、何これ。ドン引きレベルなんですけど。はいはい、やばっ。で、これ、一品にもバフか、あ、そうか、これ、一品にバフかけとけよかったのに、かけてねえじゃん。はい。さあ、全員バフかかった状態ですよ。これ、表の近畿26なんかもう やる必要絶対ないじゃん、こんなの。やばいでしょ、これ。はい。
やばで、これ裏に配置してるでしょ、これやばい、やばいことなんだよ。は一応バフかけとくかも。なんかミスったら嫌だし。 OK。 うーん、いや、ぶっ壊れでしょこれ。はあ、やばいの出したね。え、フォンフォンあたり今倒してたな。フォンフォンとこ、いや、ぶっ壊れやろこれ。は、いい、はあ、え、ドン引きなんやけど。で、まあ、こういうことだよね。コネクト解放しないと、さすがにね、ちょっと神殿ワンパン要因ではないんだけど、2P と3P にコネクト解放したアナスタシアを置いて、まあ、ワンパンを狙うっていう感じなのかな。はい。うん。まあ、やるならば、2P と3P に置いた方がいいよね。乱入も、加味して。はい。できるんかこれ。なるほどな。あー、なるほど。いや、これ早いっすね。これにしよっかな、俺。で、今度は紋章なしでちょっと遊んでみるんですけども、で、1体。で、適当な爆発爆。うん、で、紋章なしでもできるのかな？まあ、弱点。あー、そうなるか。で、今度はちょっと紋章なしでやってみようかなと思います。うん。で、ボスに来ましたよと。まあ、やるならば、コネクト解放したアナスタシアにいいじゃないと多分無理だと思ってる。うん。やっぱそうだよね。1体じゃダメで、2体編成して、ワンパンするっていう形なのかな。なので、コネクトの障害は2枚必須となるんで、まあ、ちょっと、アイテムがちょっとあれになるのかな。はい。ということで、今回は、アナスタシアの重心化解を使って遊んでいきました。まあ、ぶっ壊れですね。やっぱりレーザーバリアという、そういうので防げるから、こういうの出していいやってなったんだろうけど、ぶっ壊れです。はい。これ、2フォーオールとかになったらどうなるんだろうね。で、まあ一応ね、火の神殿のところで遊んでみて分かったんですけども、まあ1体じゃダメですね。2体編成しないと、まあワンパンが狙うような感じなんで、まあアナスタシアのコネクト解放を、二体解放して、まあ、ああいう感じでワンパンを狙うような感じになるんじゃないのかなと思います。うん。まあ、友情ワンパンもできて、まあ、いろんなところに使えそうなんで、すごくいいんじゃないのかなと思います。あと、モラル。でも、めちゃくちゃ簡単になっていましたし、まあ、もしかしたら、アーニャの経験値、アナスタシアが最高効率になるかもしれないですね。うん。まあ、もしかしたらなんだけど。はい、で、今回はアナスタシアの重心化解を使って遊んでいきました。もうぶっ壊れですね。もう最強です。ということで動画はありがとうございます。見てくれてありがとう。バイバイ。